今日は何の日？チートデーの日。イエーイ。はい、ということで今日なんですけども、毎日がチートデーみたいなもんなんですけどね、ここ最近、夕方から夜にかけての食事を、すごいクリーンな食事、まあ馬肉とささみほぼそれなんですけどを、量を少し調整した米と一緒に食べるみたいなのを結構ずっと続けてて、今日も食いてえなと、はい、衝動に駆られたんで、今日いきなりチートデーしたいと思います。でね、何食べようかはね、とりあえず迷ったんで、大量にいっぱいデザート買ってきて、そして今何食べたいだろうなって考えた時に、いや、ピザだなと、はい、なんで今からウーバーイートしたいと思います。ウーバーの人お願いします。あ、バレた、フライングチートで。すみません。はい、ということで今ね、ピザと中華を頼んでます。ウーバーイーツです。その間にジャーン、チートデイって言ったらね、パンケーキ、これなしにはチートデイは成立しない。作るの多分中学生ぶりぐらいだぞ。よいしょ、チュイッ。このはい、これ牛乳入れてきます。卵1個でいいのかな、多分。オレンジレンジの呼吸さんの方、キルキルマイン、キルキルマイン、ノーサツノーサツ、キルキルマイン。あ、古い。はい、手始めに届いたのは中華です。中華一番ビミ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 。はい、ってことでホットケーキ入れてます。で、いつもはね、油入れないんですけど、今日はね、もうチートだから、あれ、オリーブオイル、オリーブオイルぐらいちょっと入れます。くっついちゃうからね。いや、パンケーキマジ焼くの中学校ぶりよ。プロテインパンケーキはパンケーキに入んないんですか？あー、めっちゃ焼いてたね、俺。確かに完全あれ、なんか俺の中でさ、別のものとして焼いてたわ。いや、本当はね、なんじゃん重ねみたいなやろうと思ったんだけど、ちょっとめんどくさいからね、非奥義、一度に全部やってた。すげえできるのできるんだよ、これね。中半分火取ってねえパターンのやつでしょ、これ。妹が作ったパンケーキみたいなね。中生だからちょっとお腹下すみたいなね。弱火で待ちましょう。ピンポン来てから全然来ねえと思ったの。そしたらさ、せめて置きっぱにするのはね、多分コロナ対策でいいんだけど、せめてピンポン押してほしかったね。俺すげえこうずっと待ってたからね、3分ぐらい待ったし今。はい、2つ目がこちら。知ってる人は知ってる、サボイ、サボイピザ、サボイ、サボイ、マサイ、マサイ、違うか。うわ、膨らんできた、これやばない？おこれいいんじゃない？いや、筋肉の呼吸さんの方、ホットケーキ裏返し、オッケー、来た。ちょっと飛んだけど、なんかこれどう？これ良くない？結構あ、ダメだな、火強くしたな、もどかしいからな、すぐ強火でやっちゃうから。はい、ってことでパンケーキね、焼けたら、今日は久しぶりにチートデイ、イエイ、チートデイ、ヤッホー。はい、ちょっとね、放置したんだけど焼けたかな、ちゃんと。いくよ、はい。え？めっちゃ焦げとるやん。黒いっす、ね。黒。はい、ってことで今日のパンケーキなんですけど、これバナナね。ゴリラ大好きバナナで。マジは。はい。男飯やな。飯やないわ。男や、男や。
もう一本いっちゃうで。絶対俺食べれないパトゥーンじゃん。もう5人いくよ。ジェーン。エイワンジェットコースター。うわーすげえこれ。なんかうまい、うまそうだけどまずそう。クリームにメープル入ってるから、ここに蜂蜜かけます。ジェーン。これマヌカハニーの蜂蜜やから。どうだこれ、完成。オレ式パンケーキ。はい、ってことでね、チートデイ、イエー。じゃあまずは自分で作ったパンケーキ。デザートはさ、食後ってよく言われるでしょ。デザートからいく、ちょっと禁忌を犯します。あれだね、鋼の錬金術師でさ、人体錬成しちゃいけないのに禁忌を犯しちゃったぐらいの禁忌です。違うか。腕持ってかれるんですね、今から。うん、筋肉持ってかれる。それは困る、それは困る。ダメじゃないですか。胸すぐなじゃん。あら、家で作るパンケーキってこんなうまかったっけ。予想の5倍うまいぞ。ちょっと甘さ控えめの生クリームにマヌカハニーの蜂蜜からのこのバナナの風味が、うまっ。あら、ポットケーキミックスってこんなうまかったっけ。俺あのさ、プロテインパンケーキがパンケーキつうか、ああいうふわふわしたもんだと思って食べてたから、パンケーキこんなうまかったの全然忘れてたわ。手作りパンケーキってこんなうまいな。これうまいぞ。そしてね、ここで口元、口がさ、なんか甘くなってきたわけよ。あのギャルとばっかずっと遊んでると、だんだんなんか、いやちょっとギャルじゃなくて今日ちょっと清楚な方がいいなってなってくるじゃん。そこで中華。清楚なんですか、中華。そこで中華をぶち込む。うん、この中華屋の片揚げ焼きそば、これうまいぞ。うん、これはもう正解。これうまっ。うん、めっちゃ味好きやわ、これ。そして中華といえばエビチリ。これね、大エビのチリソース。いただきまんぼ。中華って何で決まるかなって思うんだけど、エビチリとか麻婆豆腐でやっぱ中華って感じだよね。なんか中華についてちょっと通な感じで今コメントしたけど、全然中華食わねえからね。年に数回しか中華食わんわ。そしてこちら春巻き。あ、うまっ、うまっ、春巻きうまい。なんで普段俺そんなに中華食べないんだろうって。そしたらこれ油がね、中華ってやっぱどれも油すげえ使うから、だから食べようって気持ちに多分なんないんだ。これうめえわ。うん、中華うまっ。もうちょっと清楚な女子が味わいたいな、これ。うん、うまっ。だところで、そろそろな、ギャルでも清楚でもねえなと、あのヨーロッパ系の外人行きたいなってところで、はい、ピザ、はい、ピザ、これね、サボイっていうピザのこれ、マルゲリータ、タルトブリリ、ブリリエ。うまい。ここのピザマジでうまい。サーボイ、うまっ。やっぱりイタリアのパツキン女子でしょってことでしょ、これ。違うか。これね、280度の釜で焼いてんな。いや、280度は余熱、280度見せかけてマックス320度までこれやってるわ。生地もね、やっぱ釜で焼いてるせいかもちもちでうまい。
なんかさ、本場のピザって薄くて結構もちもちな感じだよね、実際。でもなんか本格的なピザって薄い。でもここでやっぱりずっと金髪の女子とね、遊んでたらやっぱ日本人が恋しくなるのよなるの、うん、でなったところでまた、清楚な女子をここで一口。うん、やっぱ日本人だわと思ってたら、だんだんやっぱちょっと飽きてきちゃった。何の解説や、食レポほぼゼロやねん。これ今甘いの食べたのに、なんとね、このピザチーズの蜂蜜とかをかけて食べると美味しいピザなの。あの甘くてね、クワトロフォルマージュってやつね。あ、蜂蜜かけなくてもね、うまい、チーズが。うん、ぶっちゃけ言っていい、結構長いパンやっちゃってるね。美味しいよ、うまいのよ、うん、カド、はい、一緒に食べるか。いつもの。いつもいただきましょう。結局いつもの。頭任せた。多い、何人分ですかこれ。はい、ってことで、多分この時間内に食い切ることは無理だと思うんで、カメラマンと2人でむしゃむしゃ食べていきたいと思います。はい、なんか最近結構クリーンな食事が続いてて、まあ、たまにちょっとなんか、ね、引きこもってせいもあるかわかんないけど、なんか無性に爆発したい気分になって、今日急遽、チートデイ動画撮りました。あのね、予想以上に自分の作ったホットケーキがなんか美味しすぎてちょっと感動した。皆さんもね、家にいて、まあ、いろいろね、あーってなること多いと思うんですけど、たまにはね、こうやって食欲爆発させて減量するじゃないけど、減量食食べるモチベーションをね、こういうのをたまにバーンってやって、またモチベーション保ってね、頑張りましょう。